ウシッチ、どうしても行くっちか。天界をケテルの好きにさせるわけにはいかない。一人じゃ無茶だっち、勝ち目ないっち。心配してくれるのか。そんなに死にときゃ勝手にするっち。何するっち。見つけましたよ、ルシさん。ルシッチ、あいつら。よくここが分かったな。私の情報収集能力を甘く見ないでください。それでわざわざ殺されに来たわけか。周りを見てください。どこにも逃げ場はありませんよ。ここでやり合えば部下の半分を失うぞ。泣き虫のお前にその覚悟があるのか。いつまでも昔の私じゃありません。してやったぞ。なんてことを。後悔するんだな。どうして戦ってるっち。仲間だっち。ブシッチが言ってただろ、大切な仲間を巻き込まないためだっち。やれっちよ。これでよくわかっただろう。あなたという人見損ないました、ルシファー。ルシファー！
帰れ。あいつらのことを頼む。余計なことは言うなよ。クロッチの口はカチカチの氷のように固いっち。醜き者よ、健闘を祈るっち。動けるようになって何よりです。ご迷惑をおかけしました。こちらです。地下にこのような場所があったとは。ウリエルさんはペットを飼ったことはありますか？ペットですか？動物を慈しむのは良いことです。ペットは心に癒しを与えたり、時には勇気を与えてくれたりもする。神の掟に背き、仲間の天使まで手にかけたものの、慣れの果ての姿です。ご覧なさい。心を失ってもなお私を殺そうと狙っている。何たる執念でしょう。この哀れな化け物が私に立ち向かう勇気を与えてくれるのです。せめて安らかに眠らせてはやれないのですか？こうなってしまってはもはや救う術はありません。救われることのない魂は永遠に苦しみ続けるのです。いずれはルシファーさんも。特別な許しを施したこの刃なら、呪いを受けることなく汚れた魂を貫くことができます。それ以外にルシファーさんの魂を救う方法はありません。私にできるでしょうか？親友である
あなたなら。オーブよ、とわに。くそ、くそ、くそい。汚い言葉遣いをするとまたウリエルさんにどやされますよ。君、ずいぶんと余裕じゃないか。まさかルシファーに逃げられてホッとしてるんじゃないだろうな。まさかそんなことある。いつまでいるつもりっちか。あいつらが帰らないと我が輩たちも足止めっち。キングクラッチ様、明日っきはかっこよかったっち。よかったっち。我が輩は命をかけてルシファーの秘密を守ったっち。あいつは本当は天界を救う英雄だっち。けどそれを知っているのはクラッチだけだっち。何を怯えてるっち。もっと我が輩を褒めるっち。その話詳しく聞かせてもらおうじゃないか。秘密守れなかったっちね。言うなっち。ミカエル様、お待たせしました。遅い。せっかく作った城もぶっ壊されて、いいこと一つもなかったっち。最初の石を積むところから始めて500年、生きてさえいればもう一回くらい作れるっちよ。天界に連絡できないのか。煉獄からでは通信できません。急げ、全速力だ。このままじゃルシさんとウリエルさんが。